20センチのところで、20センチっていうとちょうどっていうか20センチぐらいの高さできるんですね。でこの折り目よりちょっと上な感じ、20センチぐらいの深さ、この折り目のところですね、折り目よりちょっと 5mm ぐらい上にしてみようかな。まあ、20センチでいいってことなんだけど、いや、きっちり20センチで、はい、できました。でこれで底に穴を開ける、こういう感じでいけた。ちょっとああ排水口、かなりアバウトな感じでそこに穴を開けました。これが排水口ですね。ちょっとでかすぎからどうだろう、本だとね、本だと5月から6月が巻きパセリの巻き時期なんだけど、これ見るとね、3月中旬から7月下旬が巻き時になってんですよね。んー、これやっちゃおうかな。これでね、これね、パセリ工場をね、作ろうと思います。端っこだけ、まだ全部使い切れない。これね、8分目。これの8分目まで入れます。あ、こぼれちゃう。これ外でやるね、やらないとだよね、外で。ちょっと。軽いのはいいんだけど飛ばされるよこれ。なぜか今掃除したとこなのにさ、めっちゃばらまいて、水を湿らせる。え、これどんぐらい入れるんだろう。どうかな、使ったことないかな。どうなるんだろう、水が下から出てきたんで、ちょうどこんなもんなのかな、こんなもんなのかな。なんか端っこがまだ、こんなもんでいいかな。あ、こんなもんだね。え、ちょっと穴を、あ、全然へこみができないよ。へこみ、あ、ちょっとそこで瓶の底とかでへこみをつけてって言ったけど、うん、7、8粒、どうな、7、8粒ずつ、1、2、3、4、5、6、7、10粒ぐらいな。ああ、なんかもう適当だな。とりあえず切ってきて、さらに上、土をかぶせる。乾燥してるから、あ、これやばいのかな、流れちゃうかな、この方だったら。いや、ちびりちびり、これで2週間ぐらいで発芽するそうです。霧吹き、本当は霧吹きでやるんですけど、湿らした新聞紙などをこうやってかぶせておく、発芽までかぶせる新聞紙、広告